はい、むです。こんにちは。どうも。今日は2023年の4月上旬とある日ですね。はい、今日僕は表参道にいます。はい、僕が表参道にいる。そしてこの長い髪。はい、これ見ればお分かりですね。また今日も髪切りに来ました。前回来たのも10月なので、多分半年、5ヶ月か6ヶ月ぶりぐらいに髪切りに来ました。いや、伸びたね。はい、ちょうどね、ダイエットもね、してて、体重もね、当時から10キロぐらい減ったのでね、またね、いい感じに多分ね、してもらえると思いますんで、楽しみです。しかし伸びた。ちょっとこれいいですか、別の角度からもう一回見てみましょう。はい、これ別角度ですね。いや、ほんとすごいでしょ、これ。めちゃめちゃ伸びてる。はい、なので、こんなにね、美容院ね、行かずに間隔空けたのも、ずいぶん久しぶりなんでね、はい、さっぱりとかつ綺麗にしてもらってきます。はい、それでは、行ってきます。僕も楽しみです。行ってきます。はい、髪切ってきました。どうすか、今回もいい感じにやってもらいました。もうさすがですよね。これこっち向きね。じゃあちょっと待って、逆向き見せるわ。ちょっと待ってな。はい、逆向きこういう風ですね。いい感じです。やりました。前に行ったのは10月なんでね、約半年ぶりに切りましたね。今回かなり間隔が空いてしまいました。はい、今日もいい感じにやってもらいました。はい。髪切った動画の続きです。ちょっとあれじゃあんまりなんでね、ちょっと補足で、ちょっとね、今回の髪切ったのと、あと、ダイエットについてですね、ちょっと語ってみたいと思います。今これ回してるのはね、4月の6日なんですけども、僕ですね、先日実はね、引っ越しをしたんですね。先月引っ越しして、ですね、ちょっと動画の感じもいつもとこれ違うでしょ？で、引っ越ししてね、部屋の間取りもね、少し変わって、配置も変わったので、今回ね、このライティングとかカメラとかのテストも兼ねて、ちょっと今、収録してます。なんで、これうまくいったらですね、この形で今後ももしかしたら、こういうなんか、コメント系とか雑談系も、こういう背景とかでやるかもしれません。はい、ちょっと今、実験で今回やってます。で、改めましてですね、まあ、髪を切ったのと、ね、いい感じでしょ？そして、ダイエット。これがですね、昨日体重測ったらね、66.8 キロで、またこれ記録更新だったんですよ。でね、いつもね、車の中とかね、あとパークの食レポだと、僕ダイエットね、ちょっと分かりにくいと思って、今日はあえてこういうね、なんか首周りよく見える、こういう T シャツでちょっと今日はね、配信してるんですけども、はい。なんでね、だいぶ痩せたと思います。でね、去年の9月にね、ダイエット始めたっていう時は、78.8 キロだったので、で、昨日測ったら 66.8 でしたから、ついにマイナス12キロですよ。12キロ減りました。この約、どうだろう。7ヶ月ぐらいかな。で、12キロ減りました。で、ちょうど今日ですね、これ髪切ったんですよね。いい感じですね。またいつものリアンっていうね、表参道の、同じ岩瀬さんっていう美容師さんに、いつも通りやってもらって、でですね、その美容院行った帰りにですね、ちょっと僕ですね、冬物のダウンジャケット、ダウンコートのちょっと修理をちょっとお願いしてるところにですね、半年ぶりにその修理の上がったっていうんで、服取りに行ったんですよね。で、その美容師の岩瀬さんも、それから今日服を修理したそのお店もですね、の方もですね、半年ぶりに会ったんですけど、これどっちのお店でもですね、めちゃめちゃ痩せましたねっていう風に、すんごい驚かれました。みたいな感じで。やっぱね、こんだけ反応いいとね、やっぱね、頑張った甲斐がありますね。めちゃめちゃやりがいありました。で、体重ってね、今後なんですけども、これね、ジグザグに下がってくんですよね。要はね、こうスーッといかずにね、ジグザグジグザグって下がってくんですよ。なので、昨日はね、66.8 だったんですけども、またこれ体重が測るとね、67台にね、またこれ戻るんですね。戻って、なんつうの？下がるんだけど、戻って、下がるんだけど、戻って、下がるんだけど、戻ってって感じで、こう、ジグザグジグザグってこう下がっていくので、まあまたですね、明日か明後日体重測ったら67台にまたなるんですよね。なんですけども、こう、ジグザグってこうなりながら、まあ、最後はね、65を切りたいですよね。65を切ったらゴールなんで、まあ、あと 1.8 キロですよね。あとちょっとだ。はい。でですね、ダイエットですね、ちょっとまあ、説明させてください。ちょっとね、みんなから聞かれるんでね、ちょっとドヤ顔で自分も言いたいんですよね。こんだけ成果出てるんでね。ダイエットはね、成功のコツはですね、やっぱ改めて思ったのがね、やっぱね、食事と運動ですね。食事と運動。これはね、ダイエットセットだと思います。でね、食事はですね、これね、科学的、生物学的、栄養学的に考えることがすごく大事だなと思いましたね。なんか甘いもの抜くとかですね、炭水化物抜き、ダイエットとか、なんとなくなんかほら、サラダチキンがいいとかさ、ふわっとしてるじゃないですか。そうじゃなくって、ちゃんとした論理に基づいて、ちゃんとしたね、根拠とかがあって、それに基づいてやっった方が、根拠があった方がやっぱりね、モチベーションになるんですよね。で、この生物学的、栄養学的に考えるっていうことで、PFC バランスっていうんですけども、タンパク質、糖質、脂質、この3つのバランスがダイエットにやる上でやっぱ大事なんですよね。で、この3つの栄養のバランスと、それから運動ですよね。なので、食事と運動をこれセットで考える必要があるんですよね。そうするとやっぱ痩せます。でね、すごく研究して役に立って良かったのが YouTube でですね、バズーカ岡田っていうね、そういうボディービルダーで、かつですね、日本体育大学ね、日体大の教授がいるんですよね。なんかね、オリンピックの柔道かなんかのね、強化合宿のなんかリーダーとかね、そういう責任者とかもやってる人がいて、で、その人がね、バズーカ岡田の筋トレラボっていう YouTube をやってんだけど、これがね、めちゃくちゃ勉強になります。すごい、この、やっぱり大学の教授で、かつ、オリンピックのね、この、強化の、なんかコーチもやってて、あと自分自身もボディービルダーなので、やっぱり説得力があるんですよね。言ってることに嘘がなくって、すごく論理的なんですよね。めちゃめちゃ勉強になります、この人。で、このバズーカ岡田さんがですね、言葉の定義で面白いこと言っててね、体に溜まった脂肪を取り除くことをね、女脂肪って言ってるんですよね。女脂肪。女子じゃないですよ。除去の女ね。取り除く。除去脂肪っていうで、女脂肪っていう言葉をね、定義付けしてて、で、このね、女脂肪をやるにはね、どうしたらいいのかっていうのを徹底的に動画で解説してるんですよね。これがすんごい勉強になる。で、それをもとにですね、やってんですけども、やっぱ皆さんからですね、梅さん痩せたねってコツを教えてくれって何やったのってめちゃめちゃ聞かれるんで、で、僕はその動画で自分で勉強して、どういうふうに理解をして何をやってるのかっていうのをちょっと今から軽く説明しようと思います。で、そのバズが岡田さんのですね、言ってる女脂肪っていうのはね、要はね、脂肪を取り除いて筋肉を増やすっていうね、それをね、メソッドで取り組んでるんですよね。メソッドっていうのは、まあ、論理的手法って意味ですよね。めちゃめちゃ論理的です。やっぱ大学の教授だから、すごい、論理的なんですよね。で、論理的手法で脂肪を除去する方法なんですけども、まあやっぱりですね、糖質を取らないことですね。まあまるで取らないってわけじゃなくて、まあ取ってもいいんですけども、手っ取り早く脂肪を除去するには、やっぱりね、糖質を取らないことです。要は炭水化物ですよね。ご飯とかパンとかパスタとかですね。あと甘いものとか、そういう糖質を取らない。で、なんでかというと、糖質っていうのは体にとってはエネルギーみたいなもんでガソリンみたいなもんですよね。で、要はね、食べても体を作らないんですよ。本当にね、筋肉の栄養とか筋肉に力を出すためのそういうエネルギーなんですよね。ガソリンみたいなもんですよ。で、今体に溜まってるこの脂肪っていうのはそのエネルギーの貯金なんですよね。だから、いっぱい食べた糖質が使い切れないと脂肪って言って貯金に回されちゃうんですよね。なので逆にですね、普段の生活とか筋トレとかやるのに糖質を取らない、なるべく糖質を取らないようにすれば、今度逆にですね、この溜めたこのエネルギー、この辺をですね、切り崩して脂肪がなくなっていくんですね。要は糖質を取らないようにすると、この本来入ってくるエネルギーが枯渇して体が飢餓状態になるので、そうすると溜めたこの脂肪の貯金を切り崩してどんどんエネルギーに変換されるんですよね。なので脂肪を取らなければ、糖質を取らなければ勝手に脂肪がエネルギーに変換されていきます。で、かつですね、有酸素運動って言ってジョギングとか自転車こいだり水泳とかやるとですね、これもエネルギーを大量に消費するので、いわゆるそのエネルギーの貯金ってことで脂肪がどんどん削られていきます。ただですね、この食べない、脂肪を食べない、糖質を抜く、糖質を取らない、それから有酸素運動をするってやるとですね、筋肉もなくなっていきます。で、なんでかというとですね、さっき言った通りですね、糖質を取らないようにするとエネルギーが枯渇して飢餓状態になっちゃうんですよね。そうすると体がですね、あ、ガソリンが足りなくなったって言って体がですね、勝手に省エネモードに切り替わってしまって、筋肉を減らしちゃうんですよね。わかります？省エネモードになるから、100ある筋肉、いや、この人栄養取らないから、100ある筋肉、100もいらないわって言って、80とか60とかって、筋肉をわざと体が落としちゃって、余計な、エネルギー、生き延びるためにですね、筋肉を削っちゃうんですよ、体が。だから、栄養失調の人ってガリガリなんですよね。あと寝たきりとかになると筋肉が細くなるじゃないですか。あれは体が生き延びるためにですね、勝手に筋肉を削っちゃうんですよね。なのでそれは困るわけですよ。脂肪はなくなってほしいんだけど筋肉は削ってほしくないんですよね。だから筋肉減らすなー、筋肉削るなーっていう風にその体に要はそういう命令を与えないといけないんですよね。だから、筋トレをしないといけないんですよ。筋トレやると、要はね、筋肉ね、いっぱい動かすから、体はやっぱり、筋肉削っちゃあかんわって、この人ものすごい重たいものを持とうとしてるからっていうことで、体が筋肉削るのをやめるんですよね。はい。なので、筋トレもやってます。今言った通り、糖質を抜いて、かつ筋トレもやってます。で、筋トレ僕はですね、上半身メインでやってます。要はね、腕とか肩とか胸とかですね、上半身メインで筋トレやってます。なんかこういう、なんかわかる、ダンベル持ったりとか、バーベルこうやったりとかですね、あとこう引っ張ったりとかですね、この腕、肩、胸をメインでやってますね。で、下半身はですね、まあこの後言うんですけども、自転車って言って、自転車漕いでるので、下半身はそれでいいかなと思って、下半身はほとんどやってないですね。で、これ僕ね、一つ決めてることがあって、腹筋ですね。よくこうやって1回、2回ってやるじゃないですか。腹筋は僕はね、やらないようにしてます。これ決めてます。で、なんでかっていうとですね、このお腹の贅肉、お腹を引っ込めたいから腹筋やるっていうのがね、僕はこれバカバカしいと思ってるんですよね。というのはね、体の脂肪がなくなれば勝手に腹筋って浮き出てくるはずなんですよ。だから、なんか狙った部位をね、目立たせるために、ね、お腹の脂肪を引っ込めるために腹筋やるっていうのもありえないと思ってるので、だから、脂肪がなくなれば勝手に腹筋なんてね、浮き出てくるだろうっていうふうに、それを証明しようと思って、ね、腹筋は全くやってないですね。でもね、思った通りで、腹筋やらなくてもお腹周りもどんどん細くなってます。で、ダイエットやる前はですね、僕ジーンズ34インチで、もしかしたら35インチ買わないとやばいっていう状態だったんですけども、これ今回このね半年で体重 66.8 まで落ちたんで、途中でですねジーンズ31インチを買い直したんですよ。ちょうどね年末年始あたりにね31インチを買い直ししたんですけれども、今31インチもブカブカになってきたんで、さらに30インチにしようかなと思ってます。そのぐらいですね腹筋やんなくてもお腹はシュッとしてきました。でさっき言ったですねその炭水化物の話なんですけども、炭水化物とそれからタンパク質と脂質についてもちょっと言いますね。で炭水化物ってのはすなわち糖質ね。で糖質っていうのはね実は体を作らないんですよね。体を作るのはタンパク質で、糖質っていうのはね要はエネルギーで体にとってはガソリンみたいなものなんですよね。要はエネルギーにしかならないんですよね。でそこでですね食べた糖質を運動とかや筋トレとかやって使い切らないと脂肪に回されちゃうんですよね。だから炭水化物や糖質っていうのは食べてもいいんだけど、ほどほどにして、かつですね有酸素運動なんかもしっかりやって食べた分を使い切れば OK なんですよね。だから使い切らないとこれ糖質が脂肪になってしまうので、使い切るように運動するのが、太らないコツですね。で体のパーツですね、髪の毛とか皮膚とかね、爪とか内臓とか肉とか筋肉とか、体を作ってる栄養っていうのはタンパク質と脂質なんで、だから筋肉いっぱいつけようと思ったらタンパク質をいっぱい食べるのがいいんですよね。でタンパク質ってやっぱ主にね肉に含まれるんですけど、肉ってやっぱりね脂質、油が多いんですよね。なのでタンパク質がたっぷりで脂質が少ないものっていうとやっぱり鶏肉とか魚なんですよね。だからみんな鶏肉食べるんですよね。サラダチキン食べたりね、鶏の胸肉、もも肉食べたり、ささみとか食べるのはやっぱタンパク質がたっぷりで脂質が少ないからなんですよね。なので僕もサラダチキンバーとか鶏胸肉食べるようにしてます。で、タンパク質はですね、体重×2g がいいっていうことらしいですね。なので僕は今だいたい70キロぐらいあるんで、そうすると1日120から130g のタンパク質を摂るようにしてます。で、タンパク質も食べ過ぎるとやっぱり脂肪になってしまうんですよね。なので摂りすぎも良くないんですよね。で1回の食事で 30g ぐらい摂るのがいいって言われてます。だから 30g 摂ってちょっと置いて 30g 食べてちょっと置いてって感じで、1日4回ぐらい、1回の食事について 40g ぐらい、30から 40g のタンパク質を摂るようにしてます。でこれですね、食べたタンパク質をですね筋肉を作れと、脂肪になるなっていう風に、そういうね信号を送ることができるんですよ。これコントロールできるのすごくないですか？わかります？食べた養分をお前脂肪に行くな、食べた養分筋肉に行けっていう風に、なんと指示ができるんですよ。これバズーカ岡田の動画で知ったんですけど、すごいですよね。良くないですか？これ知りたいでしょ？もう一回言おうか。食べ物をですね、脂肪に行くな。脂肪に行かなくていい。筋肉に行ってくれっていう風に、コントロールできるんですよ。指示できるんですよ。それ教えますね。その指示。それが筋トレです。結局ダメなんですよ。結局筋トレなんですよ。筋トレすると、食べた養分を脂肪に活かせずに筋肉に活かせることができるんですね。筋トレやれば。で、しかもですね、筋トレって軽いのじゃダメなんですよ。これね、もうね、涙が出るくらい重たいものをやらないといけないんですよ。なんでかっていうと、軽いのだと筋肉が働かないんですね。例えばダンベル持ったり重量上げするのに、軽いやつだと要は一軍のですね、一番活発に動いてる筋肉しか動かないんですね。でも、クソ重たいものを、もう全身全霊込めて全力で力の限り、ってやると、要は遊んでた、普段仕事をしない遊んでた筋肉もフル動員されるわけですよ。要は、すべての筋肉が100の力で、うわっと仕事をするので、だから重たいものを持たないとダメなんですね。だから、軽いものを、なんか10キロ10回やるんだったら、100キロ1回やった方がいいぐらいなんですよね。だから、よくね、肉体労働者ってみんな筋肉ムキムキじゃないですか。あれは普段から重たいものを持ったりしてるからなんですよね。まあ冷静に考えたらそうですよね。デスクワークでずっと事務員やってる人って筋肉ないじゃないですか。だからあれは普段軽いものしか持ってないからなんですよね。だからもうクソ重たいものをね、もう涙が出て、もう泣けるぐらい、泣いちゃうぐらい重たいものを持ったりするんですよ。だから腕立てとかもですね、もう限界まで、もう無理ですっていうぐらい限界までの腕立てをやったりする。もう自分じゃこんなの絶対持てないっていうありえないようなダンベルとかバーベルを持たないといけないんですよ。で、大体基準目安としてはですね、翌日筋肉痛になるぐらいですね。翌日筋肉痛にならなかったら重さが足りないってことです。だから、翌日筋肉痛になるぐらい、そういう重たいものを持つっていう、だいたい目安がそのぐらいですね。で、筋トレは週3、4回やってます。そういう筋トレを週3、4回やる。あとは、有酸素運動ですね。さっきから言ってる通りですね。まあ、こういう重たい運動は、まあ、無酸素運動って言うんですけども、その、有酸素運動で、さらに脂肪。今言った、重たいものを持つっていうのは、重たいものを持って、あーっていうのは、その、食べたタンパク質で筋肉を作るためですね。筋肉を作るには、重たいものを持って、筋肉痛にさせるんですよ。そうすると筋肉つきます。で、有酸素運動で、ジョギングとか自転車っていうのは、脂肪を燃焼させるためですね。なんで、これもセットでやるといいです。で、僕は有酸素運動は、走ったりすると、なんか、足とかがですね、なんか負担かかるの嫌なんで、僕は自転車漕いでますね。自転車はですね、ハンドル握るとパルスメーターって言って、心臓の心拍数が出るんですよ。パルスって心拍数ね。ね、心臓の心拍数が、120になるように、ちょっと息を止めたりして、ちょっとガーって息を止めてガーって漕ぐと、心拍数ガーッと上がるんですよ。で、心拍数120で約20分間、距離10キロを目安にして漕いでます。これをね、週2、3回漕いでますね。まあ、運動はこんな感じかな。で、食事ですね。食事はですね、さっき言った通りね、糖質を取らなくって、タンパク質を多めに取るようにしてるんですよね。で、糖質はね、1日 50g ですね。で、サトンのご飯が1個200、ね、200g じゃないですか。で、ココイチが1人前が 300g なので、まあそれ考えると、1日 50g ってまあ相当少ないですね。1日 50g 糖質をね。で、タンパク質は1日120から 130g。で、カロリーは1日1800から2000キロカロリーになるように調整して食べてます。で、具体的な献立はですね、何食べてるかというと、これね、自分で編み出しました。要はね、食べやすくって、もしくは作りやすくって、かつ、調達しやすいものにしないといけないので、あとバランスね、さっき言った通りですね、糖質とタンパク質とカロリーのバランス考えて、これ自分で、編み出しました。これが辛かった。でね、全部でね、7献立、7食編み出しました。まずはですね、鶏胸肉を唐揚げ粉まぶして、それをフライパンでバーッと炒めて、それにピーマンとかほうれん草で食べるんですよね。なので、名付けてね、鶏胸肉の唐揚げ粉炒めっていうのを自分でオリジナルで作って、で、それ食べ終わった後にミックスナッツですね。そうするとまあ、だいたいね、タンパク 30g ぐらいの、まあ、カロリー450から500になります。で、これ、あとは、すき家の牛丼ライトですね。すき家牛丼ライトをミニにして、で、つゆだくにして、で、トッピングで温玉もしくは生卵に味噌汁。これがいいですね。で、牛丼ライトはね、ご飯の代わり豆腐なんで、だからなんつうの、湯豆腐に近いですよね。ただ、つゆだくでちょっとつゆが甘いんで、ちょっと糖質が多いんですけども、まあ、ギリ OK かな。牛丼ライトのミニはかなりおすすめですね。で、これ2食目ね。で、あとはね、セブンイレブンのサラダチキンバーがいいですね。で、サラダチキンもいっぱいあるんですよ。塊があったり、なんかこう、2、3種類あるんですけども、ソーセージみたいになってるサラダチキンバーが、タンパク 12.5g で糖質ゼロなんで、これがいいですね。食べやすい。他の塊はね、肉汁が落ちたりするんで食べにくいんですよね。セブンのサラダチキンバー。で、それにですね、裂けるチーズ、これを副食にして、でミックスナッツ 30g ぐらいに、あとゆで卵ですね。これもいいです。これもね、タンパク 30g ぐらいでカロリー500カロリーぐらいになるんでいいですね。あとはですね、明治のザバスですね、ミルクプロテイン、これのねストロベリー味がめちゃくちゃ飲みやすくておすすめです。なかなか売ってないんですよ。これはね、Amazon の箱で買うか、大きいスーパーで探したりしてますね。ザバスのストロベリー味。で、これにですね、アサヒのプロテインバーのブラックタイプですね。これも何回か動画で言ってるんですけども、アサヒプロテインバーのブラック。これがいいです。これはね、糖質がね、確か、5g とかね、6g とかね、10ないんですよね。それで、タンパク質がですね、18g ぐらいあるので、これにミルクプロテインのストロベリーと、このブラックバーでですね、このなんかいちごチョコみたいな、アポロチョコみたいなね、いちごとチョコになってすごく美味しいんですよね。この2つはめちゃくちゃいいです。で、これだけだとシーズンが足りないんで、ミックスナッツも一緒に食べたりしてますね。あとは粉末プロテインですね。普通の 200cc ぐらいの粉末プロテインにミックスナッツ、これもかなりいいです。あとは鍋ですね。鍋はタラの切り身が一番いいですね。鍋もいろいろと具試したんですよ。で、タラが一番いい。タラが白身ですごくさっぱりしてるんで、タラの切り身ってね、70g ぐらいでスーパーで売ってるので、それを冷凍にしといて、で、食べるために解凍するんですね。で、それにですね、具をですね、白菜、ほうれん草、椎茸、ネギ、ピーマンとかにして、で、ポン酢で食べてます。これがすごくいいですね。これで一人前ですね。あとは味噌汁ですね。味噌汁はね、すごい赤だしが大好きなんで、赤だしで毎日飲んでも飽きないんですよ。で、赤だしをね、600cc ぐらい、鍋1杯に赤だしを作って、で、具はですね、白菜かほうれん草にしてます。で、それに、豆腐 150g、納豆 50g、あと卵を溶き卵にしてですね、卵スープみたいなね、感じにして、卵味噌スープって感じかな。それにして、600cc 全部一気に飲んでますね。これでご飯1食分ぐらいにしてます。これも、タンパク 30g ぐらい、カロリー500カロリーぐらいですね。あとね、ファミレスのサイゼですね。サイゼはですね、チキンのシーザーサラダと、エスカルゴと、ムール貝。この3つがすごくいいです。この3つだと、やっぱね、タンパク 30g、カロリー500キロカロリーぐらいなんですよね。まあ、なので今言った、鶏胸肉の唐揚げ粉炒め、牛丼ライト、セブンイレブンのサラダチキンバー、あとザバスミルクプロテインとプロテインバー、あとは鍋、で、味噌汁 600cc、サイゼリア。7品あるんですけど、この7品の中からですね、1日4種選んで食べてる感じですね。特にローテーションとか決まりはなくて、今言った7つの中から4つ選んで1日4食食べてる感じですね。まあ、どれもね、美味しく食べれてます。飽きずに。これは、なんかすごく自分なりにね、なんか食べやすくてかつ作りやすいメニューを編み出しましたね。これはいい感じです。でですね、一番大事なのが結局継続なんですよ。で、僕はね、この食事7つ自分で見つけて、でこの7つのバリエーションの中からですね、4つを選ぶようにして、でどれもですね、美味しく、辛いっていうこともなく食べ続けることができてるので、要はですね、自分が継続できるやり方を見つけることが一番大事だと思います。ダイエットはそれですね。で、僕が今回のこのですね、今言った7つの食事をね、飽きずに食べれて、かつさっき言ったその筋トレとか、あと自転車こいだりっていうのを継続できてる理由なんですけども、これはですね、やっぱ結果が楽しみっていうのと、あと難易度がそこそこ高いからだと思います。難易度高いと難しいじゃないですか。でも、難易度高いのを達成するとですね、やっぱり嬉しいし、かつですね、みんなが驚くのが嬉しいんですよね。わかります？みんな、うわ、すげえダイエット大成功してる、痩せてるってみんなが驚いてくれて反応いいじゃないですか。で、その反応がいいから、すごいやりがいがあるんですよね。で、これね、話が始まるんですけども、YouTube や Twitter とかインスタとか TikTok なんかのフォロワーなんかもそうで、フォロワー何万人とか言うと、数字で言うと分かりやすくて、みんな、うえーって驚きますよね。ダイエットも一緒で、やっぱね、みんな反応がいいので、すごいやりがいがあるんですよ。結局ですね、みんなが驚いたり、すごいって言ってもらえるから、これ、モチベーションが続くんですよね。これがですね、みんながすごいって言ってもらえないような頑張り事ってあるじゃないですか。例えばですね、なんか、年収1000万とかですね、なんか、TOEIC何点取るとかですね、なんか、中国語マスターするとかあるじゃないですか。それってね、達成しても自分の中だけで、みんな、わーすごいって驚いてくれないじゃないですか。かといって、ね、TOEIC俺何点取ったんだぜってみんなにこう自慢して回るのもおかしいし、なんかね、年収の1000万超えましたゼッケンとかつけてもおかしいし、でも、なんか YouTube のフォロワーね、視聴者の登録者の数とか、あとダイエットってパッと見てわかるんで、僕が見てみて、ダイエット成功したよなんて言わなくっても、勝手にみんなが半年ぐらいぶりがあったりすると、みんなすんげえ驚いてくれて、自分から自慢しようと思ってないのに、根掘り葉掘りめちゃめちゃ聞いてくるんで、そうするとこっちも嬉しくて得意げに話せるじゃないですか。これめちゃくちゃやりがいあるんですよね。で、難易度が高いことを俺できてるっていうことで、ちょっとドヤ顔できるじゃないですか。いやー、私は無理だな、僕は無理だなっていうのを、俺できてる、俺やってるぜ、どうだっていう風に、ちょっとやっぱり心のマウントも取れるので、だからまあやっぱり、成功体験、成功すると嬉しいからってありますよね。あとはね、ちょっとゲームっぽいんですよ。育成ゲームっぽいんですよね。要はですね、さっき言った通りね、タンパク質、糖質、脂質っていう、食事のバランスと、あとは運動、筋トレ、有酸素運動ですよね。この辺の食べて運動、運動してまた食べるっていう、この辺のバランスとか作業の配分がですね、すごい、この絶妙なさじ加減とコントロールで結果ってすごく変わってくるんで、これね、育成ゲームっぽいんですよ。まあ、例えて言うんだったら、シムシティとかかな？ちょっと古いんですけど、シムシティってなんかほら、住宅街と商業地と工場とかのこのバランスよく作っていかないと街が発展しないじゃないですか。あとは、なんか信長の野望とか三国志なんかでもね、国を作って、田畑を耕して年貢をいっぱい市民からね、徴収して、その年貢をお金に変えて武器を買って、国を育てて、隣の国に乗り込んでいって、それで占領して、なんか国をどんどん大きくしていくってあるでしょ。で、まれだって、すごい農民なんかに税金高すぎると農民一揆とか反乱とか起きたりするじゃないですか。だから微妙なさじ加減でうまーくやらないと国を大きくできないですよね。あとその僕が好きなアイドルマスターもそうですよね。アイマスもですね、アイドルをですね、歌唱力とビジュアルとダンスって3つのパラメーターをうまーくこうね、成長させていかないとやっぱトップアイドルになれないので、そういうふうにですね、この食事のですね、タンパク質、糖質、脂質のバランスと、あと筋トレと有酸素運動をバランスよーくやっていくと、自分の体がこういい感じにダーッと下がってって結果が出るので、すごい育成ゲームっぽいんですよね。やっぱゲーム好きなんで、めちゃめちゃゲームっぽいなと思います。だからね、僕育成ゲーム本当好きなんですけども、あとコツコツやるね、のが好きなんですよね。だから YouTube も同じなんですよね。だからこういうサムネイルにして、こういう動画にしたら登録者増えた。こうやると増えない。なんでだろうってトライエラーで、だったらこうやってみようって、おー反応があったって感じで、すごいなんかシムシティの住人みたいな感じなんですよね。だから僕そうやってトライエラーで結果を出すっていうのがどうやら好きみたいで、だからそういうシムシティっぽい育成ゲームも好きだし、YouTube のトライエラーも好きだし、だからこのダイエットのトライエラー、やっぱすごいやっぱ試しますよ。あれ食べて運動したらダメだったとかですね。この有酸素運動でこれやったらすごい効果良かったとかですね。糖質全くね、取らないわけじゃなくって、食べてもいいんですよ。食べてもいいんだけども、その後運動するとすごくいいんですよね。要はね、30g、40g ぐらい糖質を取って、要はガソリンですからね、そのエネルギーを使って筋トレがっつりやると、その食べた糖質エネルギーにして、がっつり筋トレやるんで、筋トレの効率が良くなったりするんですよね。そういう風にですね、なんかゲームっぽくね、トライエラーでなんかやってて、それで結果が出ると、よっしゃ、ハマった狙い通りだって、うまくいったっていう風にですね、なんか育成大成功みたいな、まさにアイマスのね、育成大成功みたいな感じでですね、そういう風になるので、なんかね、ゲームっぽい感じで今ちょっとやってますね。はい。とかとかそんな感じです。はい。ダイエット動画でした。はい。なのでね、最近ね、ダイエットやってんだっていうふうに言っても、髪ロン毛だとなんか、って感じなんだけど、これ今髪切ってすごくさっぱりして、かつこのシャツ、この辺鎖骨、デコルテ見えてる。これデコルテね。はい。デコルテ見えてるこういう服だと、なんか別人のようでしょ。たった1日2日でガラッと変わったような印象になりますよね。でも実はね、先週とかね、先月くらいからずっとこんなんだったんですよ。ただ服着てたりね、ロン毛だから全然そう見えなかっただけで、はい、こういう T シャツ着て髪切ったらですね、なんか全然違って見えますよね。はい、狙い通り、しめしめです。はい、なのでね、65、あと 1.8 キロで65切るんで、はい、頑張ります。はい、そして髪切ったんで、まあ、さっぱりしましたね。はい、また来週以降動画頑張りますんで、引き続きディスニューチャンネルよろしくお願いします。じゃあねー。